奥村慎太郎奥村慎太郎は、日本のジャーナリスト、元毎日新聞社社長。東京府江原郡品川村大和北品川塾で、父奥平正幸、母、岡美力の間に生まれ、奥平家の母大寺である清光院住職、奥村聖武の長男として入籍。慶応義塾幼稚舎を経て1896年12月、慶応義塾大学文学部を卒業。 在学中に森大外から美学を学んだ。1897年1月博文館編集局に入社。1899年に退社して新州日報主筆として広島に赴任したが、翌1900年、道楽が原因で夜逃げし、東京に戻る。1901年4月、慶応義塾長、鎌田英吉の紹介で大阪毎日新聞社に入社。 通信部員となる。日露戦争開戦後の1904年3月、陸軍の許可を得て従軍記者となり、第1軍に従軍、同年9月に記者、1906年12月通信部副部長となり、東西連絡部員、学芸部員を兼務する。1907年10月、第1回海外派遣記者として、欧米視察に出発、翌1908年5月に帰国した。 1909年5月内国通信部長を心得、同年6月社会部員、兼務、1910年9月正式に、内国通信部長、1912年7月社会部長、1919年2月、内国通信部長、兼務、1920年5月編集、福祉関係社会部長、1922年4月、編集主事、同年6月重役待遇、 1924年9月、編集総務。1926年7月常務、取締役、編集総務。同年9月印刷局長も、兼務。1932年2月、東京日日新聞社編集主管。1933年3月、大阪毎日新聞社営業局長。同年10月専務取締役。大阪毎日新聞社営業局長。 1936年1月社長に就任。廃線のため1945年8月29日、社長辞任、相談役となり、11月28日相談役を解かれ、最高顧問となる。1946年2月16日最高顧問を実施、1947年8月公職追放を受ける。追放後は改装録。 新聞に収始してを執筆するなどして、追放解除を待たずに1951年3月4日、遺宿人に尿毒症を併発して死去75歳。ありがとうございます。